バンダイナムコホールディングス、バンダイナムコアミューズメント株式会社、バンダイナムコアミューズメントは、アミューズメント機器の製造、開発、販売、ゲームセンターやテーマパーク等のアミューズメント事業を運営する日本の企業。バンダイナムコホールディングスの完全子会社。本社は、東京都港区にある、中村製作所の旧ロゴ、ナムコ時代のロゴ、現在も、 ナムコ店舗で使用。2006年3月31日、株式会社ナムコより、アミューズメント部門及び新規開発事業部門が独立し、株式会社ナムコとして設立された。初代ナムコと社名は同じだが、法人の連続性としては別法人となっている。なお、ナムコ、ナムコブランドは、以上の改編後のバンダイナムコゲームス。 バンダイナムコエンターテインメントにおいても、引き続きゲーム類のブランドとして、2014年のブランド統合まで使われていた。ナムコの由来は、旧ナムコの前身である中村製作所の英語表記の略称である。旧ナムコ時代の会社メール語であるナムコの縦と横の比率が1、7.65であるデザインをそのまま使用している。2008年3月、 湯の川観光ホテルの株式を株式会社スタディへ売却し、グループから離脱させた。2008年4月、バンプレストの事業再編により、株式会社プレジャーキャスト、株式会社花屋敷を子会社化した。2014年9月、本社を旧ナムコ時代から構えていた大田区矢口から港区、三田に移転した。2018年4月1日、 バンダイナムコエンターテインメントのアミューズメント機器部門を九州分割で承継の上バンダイナムコアミューズメントに社名変更。バンダイナムコアミューズメントはリアルエンターテインメントユニットの主幹企業となり、企業ロゴもバンダイナムコグループ共通のものとなる。2018年10月、当社の VR アクティビティや最新技術を駆使した。 業務用ゲーム機の研究と企画開発を専門に行う新会社バンダイナムコアミューズメントラボを設立バンダイナムコスタジオの業務用企画ソフトハードの開発ネットワーク開発運営までの一連の機能を分社化して当社に再構築リアルなエンターテインメント体験の進化を図る2018年10月25日バンダイナムコアミューズメント セガインタラクティブ、コナミアミューズメントの3社による共通 IC カードサービスであるアミューズメント IC カードサービスが開始された。2019年4月1日に本社オフィスを一つに集約し、港区芝浦に移転した。旧、ナムコ、バンダイナムコエンターテインメント時代の製品も含む。ビデオゲームトレーディングカードゲーム型、アーケードゲームメダルゲームその他のアーケードマシンナムコ。 梅田店、ナムコワンダーシティ、札幌、プラボ札幌西町店旧ナムコ創業当時から展開してきた同社の主管事業。VR ゾーン新宿再開発事業により2019年3月閉館、ナムコがテーマパーク事業に初めて進出したのはナムコワンダーエッグが開園した1992年のことである。続いて1996年にナンジャタウンを開園。 2002年にナンジャタウン内に池袋餃子スタジアムをオープンして、以降はフードテーマパーク路線を明確にし、ナンジャタウン運営に関わるプロデュース集団、チームナンジャの下、各地にフードテーマパークを開設していった。店舗一覧2018年5月、イギリスの玩具店であるハムリーズとフランチャイズ契約を締結。2018年11月30日に横浜、 翌12月1日に、博多で、ハムリーズのフランチャイズ店を開店。ありがとうございます。